大日本帝国海軍官邸一覧は、明治維新から太平洋戦争終結の間に、大日本帝国海軍が保有、または保有を計画した官邸の一覧である。現段階で、この一覧は全官邸の網羅にはほど遠いものである。この一覧は、ウィキペディア内に記事があるかを確認する便宜のためにあり、新規記事が作成された時にはここに追加される。なお、 陸軍船舶兵,兵が保有していた船舶は第2本、帝国陸軍兵器一覧船舶を参照なお、艦種類別及び等級については、基本的に竣行時とする。終戦までに廃止された類別についてはその限りでは、ない。また特起すべき変更がある場合は、より重要と思われる類別に分類し、航空母艦への改造などを変更前後の両方とも、重要な場合は両方に分類する。 日本海軍の艦種類別の変遷、第2本帝国海軍艦艇用目解説については、別行で記述する。未成艦、計画艦は艦名を車体で表記する。海軍艦艇類別標準の制定6月22日、前の艦船。その後艦艇に類別された艦船は、それぞれの項目を参照のこと。明治20年まで、軍艦の正式名には、艦がつく。例 富士山間、摂津間など、その他の間は、東急制定以前に、その他の間は、東急制定以前に、その他の間は、砲艦に、通砲艦へ,へ、東急制定以前へ、東急制定以前へ、東急制定以前へ、戦艦へ、初期の運輸船は並走を持つ戦闘艦艇でもあるので、ここに挙げる。戦艦一等、戦艦二等、戦艦等級廃止後巡用戦艦最終時の、 艦種類別には存在しない。航空母艦巡洋艦等級制定以前、等級制定以前等級制定以前、等級制定以前等級制定以前、等級制定以前1等巡洋艦一等、巡洋艦二等巡洋艦二等巡洋艦三等、巡洋艦水蒸気母艦水雷母艦最終時の艦種類別には存在しない。潜水母艦を参照のこと。 潜水母艦春高時水雷母艦である艦を含む。水雷砲艦最終時の艦種類別には存在しない。通報艦を参照のこと。通報艦最終時の艦種類別には存在しない。通報艦の前型である、水雷砲艦を含む不接艦、急接毛艦練習戦艦練習寿命艦。正式には、数字は漢字表記である。 東急制定以前に東駆逐艦二東駆逐艦。正式には、例えば、以後第一潜水艦と表記するが本校では省略表記し、アラビア数字も使用する。また、この項の未分類は最終時を基準とする。一等潜水艦海大型、潜水艦巡船型潜水艦公型潜水艦。 オッツ型潜水艦、兵型潜水艦、その他の一等潜水艦、二等潜水艦、1919年3月31日までは一等、潜水艦。三等潜水艦、1919年3月31日までは二等、潜水艦。本等級は、最終時には存在しない。第一次世界大戦戦時潜水艦、いずれも第一次、世界大戦時に、 ドイツから獲得した戦利艦で日本海軍籍には編入されず、実験等に供された。艦名はいずれも過小である。特殊潜航艇、特攻兵器実験艦、計画艦外用砲艦急艇技艦1等解剖艦2等、解剖艦3等解剖艦等級廃止後、新艇技艦1等輸送艦2等輸送艦一等、水雷艇2等水,水雷艇3等水雷艇日審。 戦争戦利艇昭和期の水雷艇二等不設艇三等不設艇工作艦運送艦給油艦タン艦タン油艦旧兵艦旧火手艦裁氷艦測量艦標的艦練習特務艦掃海特務艇苦戦特務艇不設特務艇紹介特務艇解剖艇前艇未成電乱不設艇潜水艦母艇魚雷艇記載内容は計画番号定番号の順 試作魚雷艇輸入魚雷艇 T-1、型小型魚雷艇オツ型魚雷艇、はやぶさ艇太平洋戦争戦利、魚雷艇特設航空母艦特設水蒸気、母艦特設航空機運搬艦特設巡洋艦、特設不設艦特設急接毛艦、特設潜水母艦特設水雷母艦特設総海、母艦特設砲艦砲艦剣採�氷艦砲艦、大砲艦、 商法官兼付設館特設捕獲盲艇特設、防線盲艇特設不設艇特設区選定特設総改定特設監視艇、特設工作館特設工、務館特設測量館特設電乱不設線、特設病院線天皇丸となる前のオランダ線、オプテンノール特設救難線、特設運送館船、急平線急水線急量線、 九端線、九端湯線、九湯線、雑用線、特筆すべき感染があれば記載する。予定艦名はするがただし、命名は行われていない。予定艦名は大見ただし、命名は行われていない。八十八艦隊案において、報奨に次いで計画された第二艦。ワシントン軍縮条約により、1923年11月19日、計画中止。 正式な命名の例は出ているここでは二代目とする。ありがとうございます。